大野雄大、相手打線を完全に黙らせてしまう。エースの復活。大野の投球。復帰後2回目となるマウンドで、大野が意地を見せた。自身が苦手とするマツダスタジアムで、カープ打線を4回1安打0失点に抑える好投を見せた。苦手とするマツダも克服できるか。球場の苦手意識を克服できそう。俺たちの大野雄大が帰ってきたぞ。復帰して間もない登板でこれは神すぎる。本当にマツダの大野なのか疑うレベル。完璧な投球でしたね。カープ打線を1安打に抑えるとかすごすぎる。今年の中日は強いぞ。よくやってるよ、僕たちのエースは。あと10年は先発やってもらわんとあかんね。1年投げてなくて心配だったけど、これは神。三振を奪えてないのが少し気になる。大野はこのまま順調に復活を遂げてほしい。絶対に胴上げさせたいよね。大野の復活が最大補強。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。